ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けできなかった動画をお届けしたいと思います。はい、というわけでちょっといつもとテイストが違うんですけれども、はい、今回この後ろに置いてある BMW M3 をご紹介しようと思ったんですけれども、はい、諸事情によりご紹介できなくなってしまったということで、うん、がっつりね撮影しましたけどね。そうですねなんですけれども結論から小島さんの方から発表していただいていいですか。うん、じゃあ発表します。結論は商品者として展示ができません。まあ、販売できませんという形ですね。というわけでうちの基準に満たさなかったっていう感じですよね。はい、そうですね。はい、基本的にはもちろんその事故車っていうところがあるんですけど、事故車の手前に修理歴とかっていうのがあるところでうちが一線を引いているところに引っかかってしまった。はい、というわけでまずうちのその定義の部分、どういう車を置いてるかっていうところを、はい、お話しさせていただこうかなと。はい、でまず先ほどちょっと話がありましたけど、うちの場合だと修復歴ありはもちろん置かないんですよね。はい、置かないです。でそれにプラスしてパネル交換車、これに関しても置かない。置かないです。だからよっぽど特殊な車別ですよね。そうですね。まあ、例えば某メーカーでフェンダー変えてますとか、はい、もう私たちが新車の状態から変えました、もう明らかに分かるものに関しては、はい、もしくはなんかあの旧車とかで特殊な車に関しては置く場合も、はいはい、置く場合もありますし、まあ、お客さんもどうしてもっていうことであればもちろん販売しますけど、店頭に並べてプライスつけて販売するっていうのにはちょっと規定がありますね。なので基本的にはうちの方でストックリストに載ってるものに関しては全て修復歴なし、はい、なおかつパネル交換もなしでやらせていただいてます。はい、そしてもう一つ難しいところとしては、うん、その修復歴とパネル交換、これ僕らこう当然のようにワードとして使ってますけども、はいはい、なかなかこう動画見てくださってる方とか、うんうん、あとその中古車に詳しくない方だと、はいはい、そこ分かりづらいと思うんで、そうですね、はい、小島さんから解説をお願いしていいですか。解説ですね。はい、まずその修復歴ありのところ、うん、はいはい、修復歴っていうのは骨格をいじってる車、修理してる車っていうのを修復歴になりますね。事故とかで潰れちゃって、はい、その骨格を直してる車、はい、直してる車、はい、がいわゆる修復歴ありなんですね。はい、まあ、人間で言えばね、骨の部分というか、まあ、そこの大事部分をいじってるものに関しては修復歴になりますっていう。パネル交換っていうところは例えばボンネットだったり、まあ、フェンダーだったり、まあ、ドアだったり、要はその外のパネルですねの部分を交換したものはパネル交換ってあるので、そこは修復歴にはならないですね。一例としては前にもちょっとお話したことがあるんですけど、お客様が車をぶつけられてしまいました。でディーラーさんに持っていきました。でディーラーさん保険で直します。あ、じゃあもう綺麗に直してくれ、わかりました綺麗に直しますって直したんですけど、綺麗に直すっていう観念が交換になってしまうんですね。あ、なるほど。そうしてしまうと僕たち中古車の販売してる側からすると、交換ってそんなにひどかったのってなったりとか、どこまでやってるの、もしかしたら奥まで行ってんじゃないのって分からないところであったりするんで、基本的に交換ってやっぱ怖いんで扱わないっていうのが一応原点ではあるんですね。綺麗に直すっていうところの観念で僕たちはボンドボディとかにお願いするときにはなるべく交換しないで綺麗に直してくださいっていう依頼はするんですけど、やっぱりそこの観点としてディーラーさんのサービスのメーカーの方とかっていうのは綺麗に直す、新品っていうイコールがあるかもしれないですし、お客様の方で次売却を考えている場合、一言言った方がいいかもしれないです。交換じゃなくて、交換、例えばバンパーは交換してもいいですよ、全然大丈夫です。ヘッドライト交換しても大丈夫ですけど、そのパネル類できれば避けてもらった方が良かったりしますし、あとじゃあ、ね、アルミボディが今ね、うんうんうん、主流になってきたりするんで、そこもやっぱりアルミ修理できないじゃんっていうところもあったりするので、そこはちょっと難しいところだと思いますけど、話をまとめると修理って言っても修復歴なる骨格の修理と、はい、修復歴にならないパネルですね、はい、骨組みにくっついてるドアとかボンネットとかフェンダー、そこの交換の2種類があるってことですね。そうですね、まあ、大きく分ければ、はい、で一般的な感覚で言うと、はい、とにかく事故をして直すと、はいはい、全部修復歴のように感じてしまっている方もおそらく多いと思うんですけども、はいはい、意外や意外その、はい、本当に骨格の部分ですよね、はい、フロアとかピラーとか、はいはい、そういう車の骨組みの部分を触らない限り修復歴にならないんですよ。ならないです。で逆に言うとそのドアとかフェンダーとかは触っても中古車情報サイトに載るような修復歴にならないと、うん、ならないですね、はい、ただそこをなんでうち避けるかっていうと、うん、もしかしたら大きい事故をしてるかもしれない可能性があるということで、うん、そういったパネルの交換に関してもうちの方では触ってないと、うん、はい、で今回紹介するはずだったこの、はい、M3、はい、話がつながるんですけれども、はい、じゃあこの M3、うん、どういう状態だったかというと、はい、そのパネル交換が発覚したんですよ、はい、発覚しました、はい、で結果販売できない、はい、そうですね。それもやっぱりちょっと微妙なところ、まあ、
言われれば分かるかなってところだったんですけど、うち一応2社鑑定士入れてるんで、一応その鑑定士の人にも見てもらったりとかして確定はしましたので、あれは出せないなっていうことになりましたので、はい、でまずその商品者として並ばないところなんですけど、はい、じゃあボンドそんなチェック甘いのって思われがちなんですけど、うん、うちの場合だと大きく分けて30チェックになってるんですね。そうですね、さっき言ったね、そうですね、はい、まあ、例えばオークションの仕入れの場合だと、オークションですから検査する人がいるんですよね。でその後うちのスタッフが直接現地まで行って、はい、まあ、車を見ると、はい、でそこで20チェックが入ると、はい、でなおかつオークションで落札できて持って帰ってきた車に関しては、はい、店舗の方で、はい、まあ、第三者機関を呼んでチェックすると、はい、1社じゃなくて2社、2社、30チェックじゃなくて40チェックですね。もともとオークションで言えば、オークション会場にまずそれが出品されるときにその評価点というのがあって、その評価点を見て私たちが見て、チェックをして購入して、で店舗来て2社というところですね。はい、やります。でその一番最後のチェックで今回引っかかったと、はいはい、僕内情知ってるんで、うん、最初のチェック、うん、2番目のチェック、うん、引っかからなかったところを、うん、まあ、話すると、うん、結構オークション会場で全部見るって難しいみたいですね。難しいのもありますし、環境がね見えなかったりしますし、あとはまあこれはちょっと言い訳かもしれないですけど、やっぱオークションで見てるじゃんっていう多分概念がどうしてもあったりするんですね。でもう何十台っていうのをすごい時間帯で見なきゃいけないっていうので、本当最終的なチェックって感じになるので、まあ、今回のこの M3 に関しては直し方が完璧主義ですかね悪く言えば分かりづらくですけど、よく言えばもう本当に完璧主義で直されてるので、まあ、見落としてもまあまあまあしょうがないかなっていう、うん、それぐらいちゃんと直ってた、直ってるっていう感じですね。ただうちの基準には、はいはい、合致しないんで、まあ、今回は商品者としては並ばないんですけども、はい、まあ、いい機会なんで、どういう経緯でこうなったのかと、ね、はい、あとこの後実際どのぐらいこう微妙な感じで直ってたかちょっとパネル交換されてたか、ちょっとクロートすぎますね今日 ね、 そうですね。ただ結構そこ興味ある方いらっしゃると思います、ね、ちょっとかなりこう、はい、とんがってるものですね。なんでうちはしっかりこうチェックした上で、はい、まあ、今回、はいはい、それに漏れちゃったっていう話と、うん、あとこの後実際車でどんな感じで直ってるのかお届けしたいと思います、はい、それじゃあ続いて、はい、現場検証を現場検証ですねしたいと思います。鑑識やりました、はい、で今回残念ながら商品車にはならなかったお車がこちらということ で、はい、でまずおさらいなんですけれども、はい、いわゆるこのボンネットとかバンパーとか、はいはい、結構傷つくじゃないですか、はい、走ってる、はい、飛び石、うん、はい、ちょっとぶつけちゃった、うん、はい、それを塗るのに関しては、はい、パネル交換にはもちろんならないです、ね、ならないです、はい、ここのこういうバンモネットフェンダーとかドアとかパネル類ドアこのここら辺、はい、骨格にこうついてる、はい、その辺のパネルですよね。そうですね、はい、に関しては変えちゃうと、はい、うちの基準パネル交換に入っちゃう、入ります、はい、修復歴に入る骨格の部分で言ったら、うん、そのピラーとか、はい、フロアとか、はい、公式の図もちゃんと定義されてるんであるんですよね。 あります、はい、その辺を触ったりとか直したりすると、うん、うん、まあ、いわゆる修復歴ありになる。 で今回はこちらの車どこかのパネルが新車の状態じゃない、はい、ないです、交換されてると、はい、でもう動画撮影済みなんで、はい、お分かりだと思うんですけど、僕全く気がつかなかったです。僕たちの見解からするとヒントはあるんです。例えばお客さんのところに行って私が査定をその場でして交換ですねこれ言い切れないです。あ、でもそんな感じなんですか、ね、うん、怪しいんで一応僕たちと、まあ、私は交換と見なすかもしれないですみたいな感じの完璧な直し方です、ね、というわけで今回はほぼ完璧に直ってるんで、はい、分からないですよね。だから色が違うとかもうお話にならないし、うん、あ、色が違う、そういうのは全然全然たまにでもそういう修理もあるじゃないですか。あります、あります、はい、でもそんなレベルじゃなくって、はい、もう見たところではほぼ分からない、はい、で正解から言うと、はい、今回こちら左のフェンダーが、はい、これ新車の状態じゃない、はいはい、ただ本当分からないですね。もうチリも当然全部合ってるし、分からないです、まあ、そっくり交換なんて当たり前ですけど、はい、色味の違いもほぼ分からないですね、はい、分からないです。で年式新しくて状態良ければ、はい、その色って特に合いやすいじゃないですか、うん、それにしても分かんないですよ、うん、でもやっぱりその板金屋さんとかねペイント塗装の人から言わせると白って本当に難しいって言うじゃないですか。なるほど、でも本当に上手だと思います、はい、あとはその塗装の肌、はい、そのクリアのそのボコボコ具合、はいはい、もう分かんないじゃないですかこれ。分かんないです。だからその研ぎ具合で肌が違うとかっていうのは、うん、結構あったりしますけどそれも分からない。肌違いってねやっぱ見慣れないと分かんないですけど、見慣れてても今回分かんないレベルです。分かんないです。そして開けた状態で小島さん の、 そのチェックするべきポイントも一緒に教えていただきたいんですけど、はいはい、まず私たちがあって思うところとしてはまずネジを見るじゃないですか、はい、でよく皆さんネジを回したらこの山のところが削れてるっていうので
そこでいじったんじゃないかと。工具をかけた跡ができるんですよね。そう、かけた跡ができるっていうのでそこを見るんですけど、ここ見てもらってこっち見てもらってください。違いわかります？工具をかけた跡はないんですよ。ないですけど、はいはい、単品で見るとわかんないですけど、うん、左右で見ると質感が違うんです。ネジのその山のところ塗装が入り込んでるんで、はい、塗ってるんですよ。それはわかんないです。ネジを塗ってるってことは工具をかけた後を隠してる、はい、あとはこのネジのこの裏を見ると、はい、これ回したりするとわかるんですよ。これも塗ってるんですよ。あ、通過した後ですか。そうそこも隠してるんです。でもそれ単品で見たらわかんないと思うんです。ここがまずヒントですね。こっから、はい、あれちょっとおかしいんじゃないかなっていうところでこの中を見るんですけど、はい、本来交換してると黒字というか肌が黒、裏の色が違うんですよね。パネルの裏の色、はい、パネルは黒になってる。でもこれってパネルのここの黒のところも塗ってるんです。左右とちょっと同じような感じで。そうなってくると炎天下明るいところだと結構分かんなかったりするんで、パッと塗ってたら、あ、交換してないなって判断しちゃうこともあるんです。これあのフェンダーだけじゃなくてドアだったりだとか、はいはい、その辺も交換したパネルって内側が黒なんですよ、ね、黒ですね、はい、電着塗装の黒なんですよ、ね、はい、普通だと黒以外なんですよね。その塗装が入ってたりとか、はい、別の電着の色、そうです、ね、ベージュみたいな、はい、はい、ベージュです。色だったりほぼベージュです、はい、それが交換パーツだと黒になってる、はい、黒なんです。だからそこが一つ見分けるポイントなんですけど、だからそこを見るとここだけ交換してれば、はい、中を塗ってなければ全部のパネルを内側見るとここだけ色が違うので、あ、なるほど、交換っていうのは判断できるんですけど。というわけでもうすごくちゃんと直ってる、はい、ちゃんと直ってるし、うん、でも左右色を見るとちょっと塗りが違うと。あ、なるほど、はい、でドイツで塗ったのとカシューで塗ったので少し色味が違うんで分かると、はい、あと一応決定的な違いはまだあるんですか。ここを見てみると、はい、その奥、そう、ここのこっちとここの色の違いが全然違うんですよ、はい、あ、なるほど。じゃ奥の方まで見れば左右差が分かると、はい、続いてもう一つの交換を鑑定するアイテム、こちら爆発系です。以前動画でもご紹介させていただいたことありますよね、うんうん、塗装の厚みを測定できる機械。そうですね、はい、でこれが今回175ですよね、はい、で向こう側行きます。200。今微妙に違いますけど、うん、本来修理したらもっと全然違うんですよね、うん、板金とかしたら300くらいいきますね、はい、100以上ずれてくる。ずれてきます、はい、だからこのずれだとわからないんですよ。だ塗装の厚みもほぼ一緒、はい、でこっち90、ここが90なんで、はい、あ、そこの厚みはやっぱりちょっと違ったりする。でここね、触ってみて、ここツルツルなの、はい、こっちはあ、ちょっとクリアを向こうは塗りすぎてるんですよ。そうそう、だからもう追っかけていって全部机の上にこう全部並べていくと、はい、あ、交換ですねっていうのが、なるほど、分かるんですね、はい、ただもうそこら辺まで外側の塗装に関しては、はい、塗膜の厚みまでほぼ揃えてあるということで、はいそうですはい、もう本当に完璧って言っていいぐらいの修理がしてあると、はい、じゃあそれなんで並べないの、店頭販売しないの、はい、ってなってくると、はい、そこから先はやっぱり分かんないからですよね。分からないですね、はい、だからここの奥まで全部バラしてとかそういうのやって見てるわけでもないですし、やっぱりちょっと怖かったりするので、うんうんうん、実際自分が買うってなった時に分かんないのってちょっと怖いじゃないですか。確かに、はい、というわけでうちでは商品者としては並べてない、はい、そうですね、はい、こんな車が紹介させていただきました、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、今回こちら残念ながら商品者にはならなかった、はい、M3 ご紹介させていただいたんですけど、うんうん、これこの後が気になるんですけど、うん、こういう車、まあ、途中で発覚することもあるじゃないですか、はい、うちもできて、はい、第三者機関で、あれこの後どうなるんですか、はいはい、オークションです。あ、基本的にはオークション。オークションになりますね、はい、でオークションの評価によって、別にその事故車ではないので、うん、また欲しい業者さんに、うんうん、別に気にされない方もいらっしゃいますし、そういったところで販売をします。なるほど。だからまあ、ね、正直ね、痛い目を見るかもしれませんけど、まあ、それはもうしょうがないというので、うん、うちの方でも入った金額で手放しています。あ、なるほど、はい、まあ、もちろんその仕入れの金額と合わない可能性もありますけども、そうですね、まあ、決してお客様に直接うちの方から販売することはないという、はい、まあ、分かって出すっていうのはちょっとできないので、それをやらせていただければと思います。なるほど。なのでその辺ご安心していただけるといいんじゃないかなと、うんうん、はい、ですね。だからまあ、やっぱりその最後にどうしても言いたいのは、そのパネル交換だから悪というわけじゃなくて、うん、僕たちがやっぱりそのより安全性と安心感を持ってお客様にお車を届けたいっていうところで、まあ、今回ご紹介をさせていただきましたし、まあ、私たちの査定とかでもやっぱり他社さんと競合されてやっぱり査定しているので、ボンドさんって本当によく見ますね、そんなに見るのって言われるぐらい見られますし、
オークション会場でも、まあ、今回フォローするわけじゃないですけど、うちのスタッフって他の業者さんよりもすごい車を見てるんですね。でそこまでしても見落とすことっていうのはどうしてもあるので、まあ、そこはちょっとね、そういうので第三者機関というのを入れて販売をさせていただいているので、こうつっついてるわけでもなくて悪というわけでもなくて、安心して届けたいっていうのと、うちの車はやっぱり遠方の方でも安心して選んでいただけるというところの基準を今回これを見て感じていただければなという部分ではありますね。というわけで車の販売からもちろん買い取りもですよね、はい、ちょっと審査厳しめですけど、いやいや値段は頑張りますから、はい、頑張れると思いますので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はこちら、いつもの趣旨とは違うんですけれども、はいね、はい、こんな感じでうちに並ぶ商品車の基準に関してお話しさせていただきました、はいはい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。